なんかさ、画面越しに見るとさ、めっちゃ髪の毛明るく見えんねんけど、でも実際はこんな色じゃないんだけど。いや違う、もうちょっと暗いんですけど、なんか画面越しに見るとめっちゃ明るく見える。もはやね、金髪合いすぎか。ね、こんな明るくない、ほんまは。なんかもうちょっと鏡で見るとそうでもないねんけど。2割増しぐらいで明るく見えますね。まあでも近いかも、これに。結構今一番明るい方かも。こんばんは。髪の毛が湿気でボンバーしてます。髪の毛やばい。ちょっとね、おとなしくしてほしい。もう耳にかけときましょう。へい、この髪色の福留さんかなり好きかもしれん。ありがとうありがとう。でもやっぱりなんかね、ここまで髪の毛明るかったこと今までないから、なんか不思議な感じです。自分でもなんかね、徐々に色落ちしてきたって感じ。あ、日に日に明るくなってるかも。卒業イベントまでにはね、なんだかんだ、卒業イベントまでにはね、もうちょっとおとなしい色にしたいんですけど、ちょっと美容院行けるタイミングがあるかどうか微妙。なんかすぐ色落ちしちゃうから、なるべくギリギリで。いや、元は真っ黒やねんけど、一回茶色くしてから、あの、何回暗くしても色落ちしちゃう。元はもうほんまに真っ黒、 こんな色です。こんな色、これはスピーカーなんですけど、はい。足がかゆい。そう、何がちょっとそうかわからないけど、ちょっとね、くとめですね、趣味を見つけたくて、ちょっとね、今あのジェルネイルを始めようと思って、ジェルネイル噛んだ、もう神々、ジェルネイルのキットを買ってみた。なんかネイルチップ作りたくて、ジェルネイル作ってみようと思って。そう、買ってみた買ってみました。足がよ、ジェルネイルってなんかね、普通のネイルと違ってちょっと硬い、なんかそのほんま初心者キットみたいな、これがあれば始められますよみたいなキットを買いました。とめちゃん、こんにちは。呼ばれてる、こんにちは。いや、ハマってるわけではないんですけど、趣味が欲しくって、ちょっとくたえ、なんかそういう、なんか結構ものづくり系の趣味というか、なんかそういう結構細かい作業とか好きなんですよね。だからなんか作るのとか好きやし、手先はね、まあ不器用ではないと思ってる、器用ではないんですけど、だから始めてみようっていう、好奇心です。好奇心にしては結構お金がかかっちゃったんですけど、でこう、そう、福田ってね、何かね、物形から入るタイプなんですよね。全部ご飯作るってなったら、エプロンつけて三角巾つけてみたいなタイプだったので、こうスタートを整えるタイプなんですよね。そう、全部整う頃にはもうやる気なくなってるみたいな、そういうタイプなんです。よくない。そう、ほんま形から入るタイプ、よくないよな、これな、よくないんです。最近はマインクラフトにハマってて、だからゲーム画面ってさ、あれっすよね、確か見せられへんねやんな、このあのショールーム上で。ちょっと結構おもろいもん作ったからみんなに見せたかったねんけど、でも見せられへんからな見せたかった。なんかアリーナ作ったんですけど、あのライブ会場のアリーナ作ってて、
めっちゃ妹と。でもこれはこのアリーナ会場を作ったのは去年のちょっとコロナにかかってるぐらいの時期に作って、妹とあのコロナでこう療養してる時に、あのいよあ名前言ってた、やばい。あ、妹に危ねー、危ないっていうかアウトやねんけど、ちょっと謝ろう、謝るわ今から。やば、こんなミス初めてなんだが、もしもし、はにちゃん、はにちゃんショールームしてんねんけどさ、ちょっと謝らないとあかんことがある。あー、兄の名前言っちゃった。うん、結構初めてがっつり言っちゃった、ごめんね兄ちゃん、聞かんかったことに。わかった、ごめんね兄ちゃん、ごめんね、本当にごめんね。降りてきた。ハニーちゃん。ごめん、ハニーちゃん。ハニーちゃんやな。めっちゃさらっと言っちゃった。大丈夫か。大丈夫。何してんの。ごめんなさい。ほんまかついた。あの、マインクラフトで、アリーナを作ってるって話をしてて、去年の夏コロナにかかってる時にハニーちゃんに手伝ってもらってってところで、あのがっつり言っちゃいました。聞かんかったことにして、みんな聞こえてないよな、ぶっちゃけなんて言ったかなんてな。おねだりしなさいね、みんなね。聞いてないよな、何も。聞こえんかったって言ってるもん、みんな。よし、福留ハニーって名前やろって、うん、ね、ほらテストめちゃくちゃ楽な名前書くハニーやもんな。でも一番難しいもんな、ほんまはな。そやな、ちょ、名前が考えれば新しい名前どうする、漢字当てる、ハニーに。はい。ヤンキーみたいな。じゃあ2位って何やろ。ハニーの歯は何や、言っていいか、歯黄色とかの歯。何それ、あかん、歯の歯、歯じゃあハニーは、あ、これにしよう、これでいいや。あの、あ、それ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 、これこれこれ、歯に、歯の歯に、あの、ジンっていう字にイ。何見てや、ね、むず、何やねんこれ、むずすぎるやろこの漢字は。心、え、こんな漢字あんねや。ちょっとこれさ、あ、自分で書けばいいか、テロップに。これどうやって読むん、どうやって調べたら出てくるの、こんな感じ。あ、これか、ちょっと待ってな、ハニーがこれがいいってあるかな、そんな難しい感じ。え、ないで、これ2個目なんて読むん、感じ。2で出てきた。 2で出てきた。あ、え、ちゃうこれじゃない、足りひん。ここ、あ、だ、イが足りひんで、イいらんやろ、ハニー、イ伸ばし棒やろ、ハニーやろ。わかった、これらしい、ハニーって、みんな覚えてあげて、福留ハニーです。これ伸ばし棒がいいらしいからハニーね、これで。そう、テストの時手こずるらしい、こうやっていう字やから、すごい難しい、キモいじって言われてる。ひどいやん、そんなこと言わんねえやん。みんなハニーちゃんなんで覚えてあげてくださいね、ハニー。ハニーは風邪をひいてるんです今、だから学校休んでるくせに私のショールームに現れてるっていう。
ね。風邪引きなんです。あ、PCR は陰性でした、ご安心ください。 PCR 陰性でね、鼻水と咳やねんな。正直咳は鼻水吸いすぎて、それでそう今はね、だから鼻声なんです。鼻声やから5割増しで可愛い。気持ち悪い。そう、え、この人は自分がシスコンのくせに私がシスコンって言ってくるんです。え、ハニー、ここなんかキラキラしてんで目のとこ。あれちゃん、あ、さっきラメ触ったからか。そう、ハニーみーちゃんがシスコやのに、なんで我がシスコにならないとか。そう、ハニーはシスコンなんですよ。私のことが大好きすぎてしょうがないんですよ。違います、逆です。そう、もうめちゃくちゃ私のことが好きなんです。シスコンですか、ハニーは。シスコンですか、感覚だ。シスコン、シスコンなんです。そう、ごめんね、ハニーちゃんほど名前言っちゃって。でもさ、2年半在籍してて初めてのミス。初めてじゃないよ。え、違う、じゃあそれママとかハニーが勝手に言っちゃったパターンはあるけど、一番最初言ってただけやんの、多分自分の名前言った。そう、でも福留は言ったことないかな。だってハニーだってさ、今一人称 Y やろ、 Y やん。福留は私や。嘘つくんじゃないわよ。だからね、名前をポロリがない。え、前は自分のこと名前で呼んでた。一番最初は、あぶ、あ、一番最初、名前で呼んでたけど、一回ミスっちゃってから、うん、Y になってると思うけど。あ、そうなん。声だけ聞いても妹目最初の頃より大きくなった気がする。いや、そんな変わってん。鼻声なんですよ。そう、鼻声なんです。声変わり？巨大化してる。声低くなった。福留の最近の一人者は太陽です。彼はね、ほんまにそうやんな。ほんまにそうやんな。ね。大きくなった。彼はだから最近普通に外で言っちゃいます。この間接骨院で自分のことを、え、彼はって言ったら、は？って言われた。あれは太陽じゃないって言われた。そう。いや、私は太陽なんですよって言ったら、いやいや、あなたは太陽じゃありません。みつほさんですって言われた。ハニーは絶対18期になりません。ハニーはアイドルは興味ないんですね。ね、アイドルなんてなりたくないでしょ。なりたくないんで大丈夫です。そう、あの人は可愛いって思ったの。え、ダシーン、あの、何ダシーンの、怖い。どういうこと？メンバーの名前。女の子、あの、俺が新しい、あの、言うていい、会社違うやろ。え、何怖い、ちょっと打って。もう何言うか分からん、この子怖いわ、ほんま。ああ、そう、最近、あの、それは大丈夫でしょ。ああ、乃木坂の新しく入ったあの一ノ瀬美空ちゃんがほんまに可愛いと思う。後期生の、マジで可愛い。後期生さん可愛いですよね。可愛い、可愛いってずっと言って。私は？ねえ、そっぽ向かないで。いや、一ノ瀬ちゃん連れてきて。ちょっと、カラオちょっと厳しいっすね。山田京香ちゃんで、はい。我慢は生意気でしょう。はい、まあみんな可愛いということで。あ、京香ちゃんでこの間言ってた子いいよね。何回か見せてくれてない写真？京香ちゃん？多分見せてると思う。ほんま可愛いって言いながら。ほんま可愛い。はい、タムは可愛いですね。タムは本当に可愛い。いやー、これ見てくださいみんな。これはママとパパが2年前、いつやったっけ、2年前ぐらいやんな、うん、2人で沖縄旅行に行った時にお土産で買ってきてくれた、なんかネタの T シャツ。なんやろこれ。それどこ行ったっけ。これちょっとなんて読むかわかんないですけど、多分なんかよくどっかのキャラクターやねんけど、あ、ショッカー、あ、そんなこと言ってた気がする。ショッカーらしい。これネタ T シャツです。もうそう、面白い T シャツです。もうこれよくわからんねんな、ちょっと。こういう T シャツです。そう、おもろい T シャツ。
リーではないっていう。可愛いでしょ。ハニーももらってなかった？もらった。どんなもらったの？忘れた。あらま、これメンズなん？え、メンズとかレディースとかあるん？ネタ T シャツ。え、ちょっと待って、どこに書いてんねん。ここに書いてる。あれ？普通こういうとこについてない。あれ？あれ？ここか。よいしょ。あったです。お見えへん。よし。いや、これ M サイズとしか書いてへん。はい。M サイズでした。メンズレディースないと思う。いや、ないな、なさそう。首んとこだるだるなりました。まあ、なったところで部屋着なんで。はい、これ部屋着なんで大丈夫っす。髪の毛ボサボサになっちゃった。で、なんかさ、めっちゃ明るくなったくない？髪の毛。なったな。ね、まだ色落ちたん？うん、早く染めた。それにこれでさ、卒業弁当やばいだよな。髪伸びたね。だよね、伸びた。でもね、こないだあれやねんで、切ったねんで、これでね、5センチぐらい、5センチ切った。ハニーのパジャマはダサい。最低。それ見せる方法ないもんな。ないな、サングラス上やし。だから ここやね、カメラの画角が。ここ袖だけ引っ張って見ちゃう、こうやって。ちょっと来て。いや、でもここに立てば多分見えへんと思う、ね、あ、ここちゃいちゃいちゃい、ここに立って、ここで。ちゃいここあ、これダサい。でも可愛い。ママなんていうかして、反響ドンっていう。え、半魚丼やろ。ちょ、半魚丼じゃない。いや、半魚丼やろ。半魚丼やろ。いや、半魚丼やろ。いや、半魚丼やろ。いや、待って、ちょ、分からんかったけど、半魚丼。丼。半魚丼じゃない。半魚丼や。半魚丼やろ。いや、半魚丼。映る？あ、映ってん、映ってん。半魚丼。半魚丼じゃない。半魚丼はないやろ。そう、黒身じゃないんです。なので、しばきたいと思います。はい、選んでくれたみっちゃんや。そうでした、私が選びました。私が選んで、私がダサいっていうひどいやつですね、私は。ただただ私がひどい。そう、可愛いだよね。でもね、太めはクロミちゃんのパジャマ持ちすぎてママが買ってくれへんかった。もういっぱいあるからいいでしょって。なんかね、この間ね、クローゼットの整理をしてたらね、今クローゼットの中がクロミタンのグッズでパンパンなんですよね。3個前ぐらいの一番くじからもうほんまに量が多すぎて、はあの、もう飾る場所もないし、しかもまたもらってたもんだから、置く場所もないし、こうやっぱりクロミちゃんが好きって友達とかにも言ってるんで、やっぱ誕生日プレゼントとかもすごいクロミちゃんをもらえるわけでして、お友達からとかもね、もう置く場所がなくって、でも捨てたいとかそういう気持ち一切ないし、どうにかして飾りたいんですけど、一番くじとかね、ちょっと飾るに飾れなくて。そう、あ、ファンの方からのね、あのプレゼントでもたくさんクロミタンをいただきまして、はい、ぬいぐるみ、あの、飾っております。一緒に、ありがたい、ありがとうございます。改めてありがとうございます、感謝でございます。はい、そんな感じで声聞いています。はい、そうなんですよ。あ、でそう、マインクラフトの話が、同じものかぶりそうでプレゼント的、友達おったな、友達からもらったタンプレがかぶってるのとかあったけど、でもクロミちゃんのものなんて、こうやっぱ皆さんで言う生写真無限みたいな、そういう感覚なので、それに、ね、全然保存用と鑑賞用みたいな、はい、そういうものなので
全然かぶる。100個あってもいい。ちょっとそれは嘘かも。100個はちょっと。あ、そうね、ピューロランドで8の日ね。よーいっすね、羨ましいですけれども、私はもう卒業してるので。そう、あれね、卒業後に知ったんですよ、ピューロでやるっていうのを。まあでもいいなって思っておきます。はい、まあでもいいのです。そんなピューロランドでコンサートするから1ヶ月延期ってほど意思ゆるゆるで決めたわけじゃないのでいいんです。かっこいい？ん？聞いてなかった今の。うん。いいんです。でマインクラフトどうしてもこれ見せたい。このアリーナ見せたかった。めっちゃ大きいさ、アリーナを一生懸命作ったんですハニーと。あれ壊したらいける。そう、いやちゃうね。画面見せられへんね。え、そうなの？そう。見せたらあかんの？そう。だから見せようがないねんな。もうめっちゃ一生懸命作ったんです。実況してみたらいいんじゃん。いや無理だろ、ちゃんとこう花道のところとか光ってて。そうそうなんですよ。あ、メールで送れんのかな。そう、頑張って作ったんですけど。スタンドとかアリーナも作った。そう、その客席もちゃんと作って、いや普通にライブできるこの会場。ちゃんと暗いんですよ、暗くて。あとさ、下通るとこも作って。あ、そう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 、花道の下とかちゃんと通れるし、めっちゃ大きい普通に会場なんですけど。まあいくら難しくないよ、全然あのあれですよ、難しいとかない。なんかでも難しくもできるんかな、このクリエイティブとかそういうモードがあるから。でも福留はもう完全にものづくりのアプリやと思ってるんで、このアプリを。そう、今このタユシティを作ろうと一生懸命いろんなものを増やしてて、今できたものが駅が4つ。4つやったっけ。駅が4つとこのアリーナと、あとマンションと、今ハニーが家作ってんのかな。うん、作り終わった。あ、2個目作ってんのか。うんうん。で私はひたすら今駅を量産してるっていう。 JR タユ、レール引いてない。 JR タユを作りました。 JR タユ、今このシティをどんどん大きくしようと頑張ってるところです。タユシティ。え、アリーナ前も作った。あ、そうそう、タユアリーナ前、違う違う、タユアリーナ駅。あー、そうで、サイドアリーナ駅とかちゃんとあるんです。はい。あ、タユの話、あ、これめっちゃくだらないっすよ。あの、ほんまにびっくりするぐらいくだらないけど、あのちゃんと笑ってくださいね。あの、ほんまにくだらなさすぎてびっくりするぐらい、あれ西路、あのほんまにくだらないんですけど、あの福留を見たんじゃないですか。見たんが見たよになって、見たよがたよになったんです。くだらねえ。見たよ、見たよ、見たよになって、そうたよになって、たよが残った。くだらないから帰ろう。ねえ、あかんかんかん、あ、兄ちゃん、そうたよちゃんです。だからたよ、みったんはみったよでしょ。みったよです。でもみったよもう過ぎてたよになったんです。なんかたよはって言っちゃうんです最近。次何になるやろ。もうゆゆなるんじゃない、分からへんけど。いや、たかもしれん。た、どっちやろな。たじゃない。そう、たよなんです。たよ、たよ、そんな感じ。だからタヨなんです。そう、だから京香ちゃんとかの前でもタヨはとか言ってたら、あの、そうストーリー載せてくれてたんでしたっけ。タヨタム、タヨタムです。タヨ、うん、結構前から、でも半年前ぐらいから言ってるよな。いや、知らん。うせん、半年は言い過ぎか、
でも結構前から言ってるよな、うん、最近ではない。タヨはそうタヨなんです。だからタヨが自分のことタヨ、あやっぱすごい自然に言っちゃう。これまずいよ。ショールームで自然にタヨって言うようになったらほんまに終わりやと思ってる。ただしさん今家でもタヨはって呼ぶの、あの怒られるんです。タヨって誰、うちの子ちゃうやろってママに言われる。うちの子はみつほやでって言われるんで、だからちょっと気をつけよう。家族の前だけにする、せめて。だからそう、タヨはタヨ、タヨはってなっちゃうんすよ。はい、タヨはね、そうなんです。なんかガラガラした、映ったかも。やめてよ。だってさ、タヨがさ、一人称決めたらとりあえず。あ、じゃあ普通に喋ってみる。あの、うん？ちょっと一回自然に話していい？いいよ。目痛い、目が痛い。タヨが外でさ、自分のことタヨって呼んでたらさ、福留みつほのどこにもタヨってないわけやん。誰やねんって話よな、普通に。なるな。そう、タヨ、タヨ。すっごい目が痛い。なんでやろ、目が痛い。そう、タヨ、タヨなんですよ。もうこれは変えようのない事実なんですよ。そう、タヨ以上です。以上です。今日めっちゃ顔むくんでるね。おんわん、わからんみたい。そんな感じです。じゃあ多い油じゃないっすよ。タイは違います。そういうこと、そういうタイじゃない、ひらがな。ひらがなですよ、タイは。ひらがなで書いてくださいよ。多い油じゃありませんよ、ひらがな。妹目がつぶっちゃった。危ない、妹目って言ってた。よかった。そう、お疲れ様です。ありがとうございます。たよ、ひらがなで書いたらもうタコみたいやん。それちゃちゃ、カタカナで書いたらタコやん。もうな、遠目から見たら。じゃあ太陽なの、ハニータイヨ、どっちかっていうと太陽ハニーんじゃない。ハニータイヨよりは太陽ハニーじゃない。成功せまきちゃった。違うらしい。はい、以上です。そんな感じ。あくび、うぅすべにゃね、違う。うん、今から私は接骨院に行くので、そう、なんか17時までには終わるんですけど、あ、自由な配信です。かなり自由な配信です。テロップはハニーって書いてます。あくびの声でかいな。すんません。そう、くしゃみとかもよく変って言われるな。うん、そういえば。どんなくしゃみする？わからん。どんなくしゃみ？どんなくしゃみなんやろな。わからん。いつか聞かせれる機会があれば。そう、独特なくしゃみってよく言われる。くしゃみを出す方法ってなくない？くしゃみ出す方法ってなくない？ティッシュ。あ、違う、こうしたら涙が溜まるんやった。違う、間違えた。くしゃみ出す方法。いや自然に出るもんですから、くしゃみは。無理やり出すのは良くない。
ショールームも卒業ですか、わかんない、未定です。でも考え中です。まあ考えてる。最近この爪めっちゃカタカタしちゃう。海みたいな爪、今海みたいじゃないですか。伝わらんか、ちょっと見えへん。なんかね、じゃめっちゃマイナーなこと言うと、キキララのあのピンクじゃなくて水色の方のこの色みたいな色合いしてますね。ピントが、あ、こっちの方がいい、かわいい、お気に入り。一回ってやっちゃうんですよ、最近の癖。うるしゃいってパピーによく言われる。かわいいよ、ありがとう。あ、そういえばさっきさ、ショールーム配信する前にさ、ショールームの加工で遊んどったねんけどさ、ちょっとさ、やっていい？あのさ、めっちゃ歯白くなんねん、ほんまに。めっちゃおもろないこれ。真っ白、ここまで白い人見たことないねんけど。ちょっとどうせなら全部ふんふんふん。うん、見て、おサメ釣り上げてる。あれ、これ小顔じゃない、あれ、あ、こうか。どう？怖いわこれは、やめよう。え、ちょ見てみ、見えへんのか。見えるよ。やばすぎ。あ、急に顔でかなった、ちょっと嫌やなこれ。急に目ちっちゃなるし顔でかなるし、ちょっとショック。あ、こんな、なんか目ちっちゃ、なんか元に戻ったらめっちゃ目ちっちゃく見える。いやいな、これ、これも確かつけちゃった。あれ、あ、これはこうか。なんかめっちゃ目ちっちゃく感じる、いややな。あ、これ、これもついてた。なんか目ちっちゃく感じる、でかくした後やから。スノミッタンが一番可愛いよ。ありがとう。でもなんかそうした後にさ、元に戻すとなんかひどく感じる。もう TikTok のさ加工薄めてたくない、この。あ、そう、 TikTok の加工濃いって妹に言われたから。あ、肌加工が強かったから、だから元に戻した。だから今 TikTok あれちょっと肌加工がついてるだけかな、ほぼ無加工ですね TikTok は。こんな感じ。そんなことないよ、棒読みやな。なんかほんまに髪の毛明るい。あ、出た出た出た、足いった。復帰はハニーと KP したんです。乾杯。乾杯してここに来ました。ヤクルトやん。そう、ヤクルト1000を乾杯し、それさ
今から言おうと思ってたのになんで先に言うん。ごめんって。タイが言ったか、タイって言っちゃった。まずよ、タイが言いたかった。ヤクルト1000で KP したんです。あ、免許取りたい。でも多分向いてない。マリオカートとかいつもハテナボックス取られへん。今の学校は今日は風邪引きでおやすみ。またっつったの何それ。ジンベエザメ。さっきは違うかったで。なんかハンマー、ハンマーシャーク。ハート作ってください。それにあれよ、休んでなくても今日4時間目までよ。これでいいでしょうか。これでいいのかしら。多分服とね、病気やと思う。ショールームすると眠くなる病気なんやと思う。気抜けて持ってる。眠くなってきた。こんにちは。どうもこんにちは。こんにちは。すっごい眠くなってきた。これ毎回やねんな、ほんまに。あかんや、向いてないかもしれん。もっと寝た方が良かった。寝てからシュルムするべきなんかな。なんかいつもすごく眠くなる。え、気が抜けてるわけじゃないねん。で、集中してるもん。変なこと言わへんように。妹の名前とかさ。自虐。そう、なんでやろな。どの時間帯にやっても眠なるわ。T シャツの下が気になるってどういうこと？ T シャツの下ってどういうこと？シャツ？下着？下のデザイン？やばこう。デザインもだってあれもなくない？あ、下何履いてるかってこと。ズボンです。ズボンを履いてます。はい、履いてますよ、ちゃんと。あ、先に言っとくけど見せませんよ。今夏休みの時期。いや、私は夏休みじゃないっすね。学校、今学生ではじゃないので、あの、毎日が夏休みみたいな感覚ですね。嘘です。さすがにちゃんとやることはやっております。最近はあの、洗い物をよくやってます。専業主婦です。はい、家事やってます。この間のあれ美味しかった。もやしの味。謎はもやしのナムル美味しいやろ。あれあと何やったっけ。ライスペーパー。毎日がニートとか言わないでください。ニートじゃないです、一応ね。今は来月からニートになる。まだ今月は大丈夫です。来月からです、ニートは。今月いっぱいはまだあります。来月から何するの、何しようかな。来月からは、あ、でも働きます。働きます。働くのは働きます。働きつつ貯金してやりたいことをやります。ニートにはなりません、決して。ご安心ください。勉強します。あと アルバイトはでもしたことあります。私実は今更言いますけれども、入る前は知ってました。あの、入ったのが高校1年生の秋なんですけど、
はい、その前までバイトしてましたよ、こう見えて。こう見えて、なので、まあ、バイトしたいなとは思いますけれども、まあ初めましてのバイトではないので大丈夫。こんにちは、どうもこんにちは。毎度 AKB でお待ちしてます。いやもうアイドルは、はい、アイドルはやらないんです。アイドルは初めまして、どうぞよろしくお願いしますすごい丁寧なご挨拶ありがとうございます。入る前はね、カラオケの店員さんでした。私はカラオケの店員さんで、ちょうどね飲み物を届けたお部屋があったんですけど、まあちょっと飲み物届けたりするのがお仕事だったので、その行った部屋にね、多分酔っ払ってらしたのかな、酔っ払ってるお客さんがいらっしゃったんですけれども、そしたらですね、お姉ちゃんかわいいって言われてお姉ちゃんかわいい、 AKB になれるよって言われたことがあって、人にもう一度会ったら伝えたいですね、慣れましたってはい、そんなこともありましたね、懐かしい。え、ももちゃんもバイトしてた時全く同じこと言われたことあるって言った。お、ほんまに？マジ？同じ人なんじゃん。同じ人なんかな。あ、それ言われたのほんま全然応募前ですね。まあでもその時からアイドルになりたいとは思ってたので励みになりましたね。それ俺や。まず男性じゃなかったですね。女性の方なので。俺ではないはず。分からん。一人称が俺の女性の方なのかもしれないんですけれども、女性の方でしたよ。うん。昔から可愛い、そんなことないと思いますよ。多分そんなことないと思います。コジリンさんには報告したの。何をやろ、卒業することですか？卒業することは、そうですね、報告こそはしてなかったんですけれども、卒業発表したその日に、結構 AKB のメンバーよりも早くかな、と多分一番最初はちょっと言い過ぎかな、めっちゃ嬉しそうに教えてきた。 2,3 番目ぐらいに連絡をいただきました。外出てる時にめちゃめちゃニコニコで画面見せてきて、みたいな、コシリさんから LINE もらえたってニコニコで言ってた。すごく、まあ、憧れの先輩なのでね、憧れの先輩っていうか、もうきっかけ、全てのきっかけだったので、本当にやっぱり卒業しても憧れのアイドルはコジリさんですね。憧れすぎますね本当に。いやでもね、やっぱりね、アイドルになってコジリンさんの凄さを改めて知りましたよね本当に。いや、その私がこの劇場公演を見に行ってる時って、NMB さんは目撃者公演とアイドルの夜明け公演と恋愛禁止条例公演をやってた時だったんですけど、コジリンさん全公演、全部の公演、ダイヤ福留が見に行った公演多分全部出てるんですよね。ドルアンキャも錬金も目撃者も、いやでもその時はあーすごいなーぐらいの気持ちだったんですけど、いやこ今こっち側の立場から見るともうあれですよね、もはや
化け物というかもうほんまに本当にすごい。しかも多分ポジションもその公演の目撃者の中でもすごいたくさん覚えてらっしゃったり、違う公演でもその自分のあの M さんの公演とかでもまだ違うこうポジションを覚えてらっしゃったり、もうほんまにすごい多分めちゃくちゃの膨大な数を覚えてるんですよ。本当にすごい、本当にすごいですよ。もうマジで、いや本当に絶対できない。だからあの時は結構軽い気持ちで、あすごいなぐらいだったんですけど、もうその覚えられるもんなんやなぐらいの、まあたくさんいろんな公演で見れて嬉しいし、あのいろんなポジション入ってくれるから、あの十九郎と抱きしめられたらが好きだったんですけど、あの十九郎のあのセンターとかめっちゃ好きで、あれセンターやったっけな、ちょっと記憶が曖昧なんですけど、なのであのそういうのとかめっちゃあのすごく好きだったので、その時はもういろいろ見れて嬉しいぐらいの気持ちだったのですけれども、いや本当にすごいからね、本当に。だからみんなそういうメンバーがいたら、あのもっとあのすごいねってあの言ってあげてください。いやアクトメなんて1公演覚えるのにでも本当に本当にこう大変だったので、いやすごいですね、本当に尊敬できる先輩です。いつまでも憧れの先輩、優しい。福留ちゃんもすごいよって、優しいね、ありがとう。そうすごいですよね。うん、あたたたたた、なんかすごい右の太ももが痛いけど寒い。本命は NNB って、本命も何もないんですけど、ちょっとなんか NNB さんの話してなんかそんなこと言われるのなんかやだな。そういう本命とかそういうあれじゃないからな。ちょっと言い方に気をつけてください。はい、私は48グループが大好きなので、はい、履き違えないでほしい。あたたたた、すごい肉離れではないやろうけど、なんか急にすごい痛い。うん、くとめ変わり者、変わり者か、それは変わり者、変わり者でも変わり者ってよく言われるな。うん、はい。最近福留ちゃんがよく聞く曲は、あの寝る前にこの間メールに書いたと思うんですけど、何やったっけ、アローンっていう、あの結構昔にやってたあのイケメンですねっていうドラマの中に出てくる滝本美織さんが歌ってる曲なんですけど、多分韓国のドラマなんかな、元はそれの、日本版のドラマなんですけど、昔めっちゃ見てて小さい頃、そう、それでその曲を久しぶりにこの間聴いたらめっちゃいい曲で、最近寝る前に聴いてますね。あともう一個はJY パークさんが歌ってるフィールスペシャルをよく聞いてます、寝る前、はい、寝る前によく聞いてます。この2曲かな、この2曲をよく聞いてますね、寝る前に。カチッて言った。この目覚まし時計さ、ならへんねんな、このアラームが。この間久しぶりに使ってみようと思ったんですけど、いやでもな、動いてるからさ、電池はあるはずやねんけどさ、勝ちしかよならへん。なんで、困ってるんですこれ。最近この辺をね、
整理しまして、そうリモコン入れとか新しくした、あとこのアイマスクと外資に貼るやつと、あとシップとピンセット、これなんか100均で見てなんか起きたり、あとこれ別に寝る前にさなんか捨てることとかないんですけど、なんか可愛くって買っちゃったこのゴミ箱。くっさ、これこんな臭かったらなんか臭い。これ買ってまだ1週間も経ってないんですけど、何も捨てたことないあのここ隣から見てここにゴミ箱があるんですね、普通に普通のゴミ箱がね、ちょっと塩流しとこう。だからちょっとこのゴミ箱使う出番なさすぎて、でも可愛いから置きたくて置いたは置いたんですけど使うことがない。いや何も捨ててないのに臭い、一度も捨てたことない。あ、100均です、最近。そうでもこれに合うサイズの袋がなくて、なんかこのちっちゃい袋を分かる見えるか入れてるんですけど、何の意味もなしてない。これを入れます。なんかね病院みたいな匂いがする、病院の匂い、病院だから、ね、注射思い出してちょっと嫌な気持ちになってきた。そういろいろ置いてますよ。あとはティッシュとウェットティッシュとか、あとスピーカー的な感じ。そう、あとなんかこれ置いてるんですけど、これは結構前から置いてるやつなんでちょっとだいぶ汚い。これこれはこの2個を買ったことによって、あ、じゃあ3つか、この子の出番がなくなっちゃって、これどうしようかなって今置いてます。そうベッド周りのインテリアはねたまに変えたくなりますね。あと結構その収納系のケースとかを結構いろいろ買いあさってまして、あ、まだあこんな時間だ、病院から見てるよ、病院から見てくれてるのか。じゃあ多分こんな匂いのところにおるやろな今。どうしたの、骨折とかかな、大丈夫かな、病院頑張って、病院お見舞いとかかな、と、なんやろ、一回洗ったら、せやな、一回洗うわ一回洗う、ちゃう聞いてほしいねんけど、臭いものって何回も匂いたくなるじゃないですか。そうじゃあね、聞いて、臭いものはもう匂いたくなるんです。どうしても匂いたくなるんです。はい、何回もね匂いたくなるんです。くっさーってなってもう一回匂っちゃう。これもうほんま分かる人には分かると思う。なんか今日めっちゃ関西弁やな、そう思うと。なんかさ福留のさ過去のショールームとか見てるとさ、めっちゃ関西弁の人さ、全然関西弁じゃない日のさ違いやばない？二択やめっちゃ、どっちかの日なんか両方さちょうどいい日がないんよな、もうどっちかやねん。そう今日は関西弁の気分らしいです。そう関西弁、いや靴下の匂いは好きじゃないです、臭いんで綺麗です。あ、モードやばい、ほぼ敬語みたいな日、今日はちゃうみたい。あのこれね、あれやねん、お話し会でもあるねん、お話し会でも敬語モードというか標準語みたいなモードの日もあれば関西弁のモードの日もあんねん。そうどっちかなんよな。はい、まあでも二刀流ってことで、はい、二刀流でいい感じってことでお願いします。私ね最近気づいたんですけど、人生においてこだわりがない
人生なのでほんまにこだわりがないねんな。はい、そう。でも頑固なので私はかなり頑固のわがまま娘なので、以後お見知りおきを。卒業イベント商戦そろそろかな、そろそろだと思います。そろそろだと、みんな身構えておいてください。身構えなくていいです、全然軽い気持ちで。そろそろだと思います。こだわりはないけど考えはしっかりしてるのが久留美さん、優しい、ありがとうね。もう本当にファンの方は優しいな。ペンライトは白と紫です、すっぴんです。あ、でもリップは塗ってます。リップ取れてるもん、塗ったんですけど取れてます。はい、てなわけでランキング読みます。急にでも意外ともう1時間配信してた。あのこれちょっと卒業までにもうちょっとショールームする、もうちょっとするって言って、ね、もう何日経った私。でもな、ほんまにあと2週間とかやもんな。そやな、切ないな。お、2週間か、あ、ちゃうわ、2週間半ぐらい、2週間半くらいです。2週間半ぐらいなんで、あのちょっとこの2週間半の間に絶対あと3回じゃないと5回はする、はい、あと5回はする、あ、絶対5回はする、もう誓います、あと5回はする、絶対に。でもね、さ、7月31日がさ、あのさ、お話し会じゃないですか。それさ、終わって帰ってきてショルームする時間あるかな。そう、それ不安なんですよね。そう、できんのかな31日、ちょっとそれが不安なんで。そう、最終がそういつになるか分かんないんですよ。でも31日はみんなとお話しできるので、そう、あ、31日完売したみたいで、ありがとうございます、楽しみにしてってなわけで、今週末も、週末じゃないか、今週末は日月ですね、月曜日が祝日の、はい、あの今回はですね、あの8月以降の残念、申し訳ない、あの申し訳ないんですけれども、あの振り返りになってしまった分のね、あの追加部がありまして、ちょっとカミカミ、あの日月は5部制なのかな、5部制になってるので、はい、遊びに来てくださるのも待ってます。そう、いつもよりたくさん、あ、ポピーが帰ってきた、なので遊びに来てくださると嬉しいです。はい、よろしく。多分当日券も使えるのかな、おしましとかも多分いけるはずなので、はい、おかえり、今ねショールームしてるよ、はいって言ってます。パピーの名前は言いません。パピーの名前はね、名前で呼ぶことはたまにしかないですね、だから大丈夫。てなわけで、あのランキングを今度こそ本当に本当に読みたいと思います。あのコメントで時間を教えてくれた皆さん本当ありがとうございます。今週末はあのもう7月あのわずかなので、はい、あの悲しい悲しいっていうのを言っていいことにします。6月までは楽しもうねって話だったんですけども、はい、あの1月からはあの、はい、悲しいっていう気持ちも受け止めます。いや違う、受け止めるも何もちょっとあれやな、ちょっと日本語に語弊がありすぎるんですけれども、まあ何はともあれ、いろんなお話をみんなとできること楽しみにしておりますってなわけで、本当にランキング読みます。
13位のりすけ、友達お話し会の日に仕事入った泣きさん、ありがとうございます。マジか。でももうそうやな、全日程かな、悲しい。12位中見さん、ありがとうございます。11位ランマンあと友達さん、ありがとうございます。10位マルルあとなぎなぎちゅうさん、ありがとうございます。9位ごめんせんせんさん、かっこ仕事中さん、ありがとうございます。これスピーカーで見てんのかな、会社で。ちょっと叫ぼうかな、この人ショールーム見てますよって。ありがとうね仕事中に。8位ほっこのはるまと友達さん、ありがとうございます。7位うーほほほさん、ありがとうございます。6位ひろあいさん、ありがとうございます。5位藤友あと友達さん、ありがとうございます。4位どすいさんと友達さん、ありがとうございます。3位わたぼうあと友達さん、ありがとうございます。2位かぴちゃん、ありがとうございます。1位は岸健あと友達あと友達あとたよだちさん、ありがとうございます。たよだちなかなかかわいい、ありがとうございます。そんなわけでみんな、こんなお昼時の時間にやるのはちょっと夕方かも、ちょっと珍しかったんですけど、みんなお仕事中にとかの人もいらっしゃるにもかかわらず、ありがとうございます、見てくださって。あと5回は必ず卒業までに配信するので、はい、その時は見に来てくださると嬉しいです。レアタイムありがとうございます。てなわけでみんな、またね、バイバーイ。